八丁堀駅は東京都中央区八丁堀にある東京地下鉄東日本旅客鉄道の駅である。東京メトロの日比谷線と JR 東日本の京葉線の2社2路線が乗り入れ、接続駅となっている。東京メトロの駅には H12、JR 東日本の駅には10レ2の駅番号がそれぞれ与えられている。JR 東日本の駅には京葉線の列車のほか 西船橋駅から武蔵野線に乗り入れる列車も停車する。また、特定特殊内制度における東京都区内に属している。島式ホーム一面二線を有する地下駅で新大橋通りの真下に位置する。以前は天井が高く空間が広かったが、改層により天井が低くなった。かつては改装前の中岡地町駅と同様に駅構内の照明が少なく、 薄暗かった。茅場町寄りに Y 字型の引上げ線があり、夜間留置で使用される。留置される車両は、平日と休日ともに、中目黒から夜に改装され、翌朝の始発の中目黒駅で出庫する。この引上げ線は、日比谷線の計画当初、東急東横線方面からの輸送需要が多いと予想され、中目黒駅から都心部を越えた東駅で、 多数の列車が折り返すことを想定したものである。しかし、実際には予想は大きく外れ、東部伊勢崎線方面からの輸送需要が圧倒的に多く、本来の中目黒方面からの折り返しには使用されなかった。エスカレーターは改札内にあり、かやば町より改札とホームを連絡している。エレベーターは改札外にあり、A2A3 出入口と、 茅場町より改札を連絡している。乗り場発車メロディ2020年2月7日より、スイッチ製作の発車メロディを使用している。曲は1番線が、小金虫のワルツ2番線が、きらめきである。島式ホーム一面2線を有する地下駅で、タイヤ橋通りの真下に位置する。ホームは、日比谷線よりも深い位置にある。日比谷線の中目黒側と、 京葉線の東京側で両路線のホームが交差している。改札とホームを連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されている。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している東京駅管理の業務委託駅。かつてはマルスターマツの設備を持つ緑の窓口が設置されていたが指定席券売機設置に伴い営業を終了した。現在、 特急列車を除くすべての定期営業列車が停車する。開業当初は同様、休日ダイヤにおいて快速は東駅を通過していたが、2002年12月1日から平日ダイヤと同様に停車するようになった。発車メロディは両隣の東京駅や越中島駅と同じく東洋メディアリンクス製作のベルデライオ V2 を使用している。 乗り場各年度の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。開業以後の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。駅周辺は、オフィス街の一面を有し、夜間は換算とする。最も東側にある B4 出入り口は、亀島側に面している。東京やキリンビールマーケティング。 東京支社、ユニデンホールディングス、丸禅石油化学、三井食品、一吉証券、日の出出版、やる気スイッチグループの本社や、かつての経過小学校、幼稚園の建物を利用した複合施設、中央区立、経過スクエアが近くにある。連絡運輸は扱っていないが、京橋駅と宝町駅へは単夜京通り経由で数分の距離にある。 八丁堀という歴史的な地名であるが、ビルや法人が拠点を置いている名称は、八重洲、京橋、銀座、東京、かぶと町などの名前が使われており、八丁堀が使われることは少ない。最近になって、パークシティ中央港座タワーなど、超高層ターマンションの建設など街の再開発が盛んになり、ますますの発展が期待されている。 亀島橋八丁堀駅注釈出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。